一世紀のゲルマニア・マルボデュースは、帝政ローマ初期のス末ビ人系のマルコマンニ族の属長である。親ローマのスタンスを取り、ゲルマン系ケルス貴族のアルミニウスと激しく争った。マルボデュースは、マルコマンニ族の貴族の出身であった。マルコマンニ族は、紀元前10年に、ダイドルススラの遠征で屈服し、マルボデュースは、ローマへの人質となったが、ローマ滞在時は、 皇帝、アウグストゥスの治偶を得た。紀元前9年頃、マルボデュースは、ゲルマニアへ戻って、しばらくして、マルコマン二族の属長となった。ダイドルスス、ディベリウスの遠征によってライン側異勢を呼び、ドナウ側ナンを、ローマ領へ組み入れ、ローマ化を進めたことから、マルボデュースは、ローマの影響の及ばない後のボヘミアへ、マルコマン二族を連れて移り住んだ。 ボヘミアでマルボデュースはマルコマンに属の王を自称し近隣に居住していた同じゲルマン系の部族もマルボデュースの脅しに従いマルボデュースはこれらを組織化したアウグストゥスはマルボデュースの勢力が強まることはイタリア本国からほど近い立地にあることもあってローマにとって危険と考えたことからマルコマンに討伐を計画しティベリウスに ローマ軍を率いて、マルコマンに属を打つように指示を出した。6年、首都ローマの後輩にあたるイリュリアを呼び、ダルマティア領族州で大規模な反乱が勃発し、大将を迫られたローマは、マルコマンに討伐を中止して、ティベリウスを反乱鎮圧に向かわせた。その際に、マルコマンに属が反乱側へ加担しないよう、友好協定を結ぶとともに、 マルボデュースをマルコマンニ属の王と認めた。かねてより、マルボデュースはケルスキ族のアルミニウスと対立関係にあったため、北に勢力を持つアルミニウスと南に勢力を有するマルボデュースが協力してローマ領へ攻撃を仕掛けることはなかった。9年のトイトブルク森の,の戦いに勝利を収めたアルミニウスはトイトブルクの敗将プブリウス・クインクティリウス・ウアルスの首を マルボデュースに送り届けて、共闘を促したものの、マルボデュースは、ローマとの友好関係を重視して、ウアルスの首をアウグストゥスの元へ送った。14年からのゲルマニクスとアルミニウスの間の戦争でも、中立を守り、アルミニウス側に着くことはなかった。ゲルマニクスが、シリア属州総督へと転じ、事実上ローマが、ゲルマニア制覇から手を引いたことを受けて、 17年から、マルボドゥースとアルミニウスの間で、戦いが勃発した。マルボドゥースは敗北して18年に拠点である、ボヘミアへと撤退し、アルミニウスは、包囲攻撃したものの、ボヘミアは、天然の妖怪であり、攻略はならなかった。19年、マルボドゥースが、千年追放したカトゥアルダが、マルコマンに族へ戻り、マルボドゥースと争った結果、 マルボデュースは敗北して、ローマへと逃れた。皇帝ティベリウスは、マルボデュースを手厚く迎えて、ラベンナに住居を提供した。マルボデュースは37年の死去まで家族と共に、ラベンナで過ごした。なお、マルボデュースの失脚後、マルコマンに族は反ローマへ舵事を切り、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの時代に、マルコマンに戦争を戦うこととなった。ありがとうございます。